クレール・ラ・コンブは、フランスの女優、革命家、政治活動家。ジャック・ルー、ジャン・テオフィル・ル・クレール、ジャン・フランソワ・バルレと共に、フランス革命期のアン・ラジェの指導者とされ、ポーリーヌ・レオンらと、女性、約200人による、結社、革命的共和主義女性協会を結成した。クレール・ラ・コンブは1765年3月4日、パミエで、 証人ベルトラン・ラコンブとジャンル・マリー・ゴーシェの間に生まれた。ジロンド派の研究で、しばしば言及されるアルフォンス・ドラ・マルティーヌの、ジロンド派の歴史には、田舎の劇団で生まれた、母親不明のこと書かれているが、歴史学者のレオポルド・ラクールは、ラコンブの出生証明書、その他の研究に基づいて、これは誤りであることを証明している。ラコンブはまた、通常、ローズ・ラコンブと呼ばれ、 本名と混同されることがあるが、ローズの由来についても不明である。1792年にパリに移り住むまでの活動についてはほとんど知られていないが、1790年から91年にかけては、リオン、マルセイユ、トゥーロンなどの田舎の劇団で女優として活躍し、初演はリオンで行われたセミラミスであったとされる。ラシーヌやコルネイユの悲劇の主役を演じる。 美しく、ウイウイしい女優として人気があり、貴族の館や、領地の屋敷に招待されることもあったが、通常は、貧しい庶民がタムロス、居酒屋に宿泊しながら、見せ物小屋のような劇場を転々とする、土砂回りの生活であった。1 7 8九年七月十四日の、バスティーユ襲撃から三年が経った1 7十二年に、パリに移り住んだラコンブは、バスエニヤドを借り、 パリ庶民の生活、生活必需品の欠乏や価格の高騰、劣悪な生活条件を目の当たりにした。立法議会やジャコバンクラブに足を運び、同年7月25日には全国三部会から離脱した第三部分を中心として形成された国民議会でフランス人女性、芸人、失業者として古代ローマの女性の勇気と、 暴君に対する憎しみをもって、ネロやカリグラのような暴君、祖国の敵と戦うことが自分の義務であるとし、女性たちに子供に自由への愛と暴君に対する憎しみを教え込むことで母としての義務を果たすべきであると訴えた。さらに、国民議会に対しては、カティ・デナのような敵を軍の指導者にしておくわけにはいかない、第三身分から指導者を選ぶべきであると主張した。 国民議会議長はこれに応えて自由のための武装を訴えるラコン部の愛国心を称えた。革命勢力が立法議会に提出した国王廃止の請願書の期限切れの翌8月10日、3キュロットと連盟兵が放棄してチュイルリー宮殿を襲撃。国王一家を捕らえてタンプル島に遊兵した。この8月10日事件にラコン部も武装して参加し、 腕を打たれたにもかかわらず、最後まで戦闘を続けた。彼女はこの部君により、連盟兵から市民の栄冠と国民の職種及び感情を受け、この危機に際して勇敢さと愛国心を発揮した立法議会こそが市民の栄冠に値するとして、これを議会に進呈した。ラコン部は、1792年10月21日に、 フランス制圧下となったマインツで主役を演じる話があり、契約条件が非常に有利であったにもかかわらず、これを断ってパリに泊まった。ラコンブは間もなく、ジロンド派の追放、統制経済、買い占め、大蔵への厳罰、ブルジョア財産の没収などを求めて、後にジャコバン派から分離した、急進派、過激派アンラジェの指導者と付き合うようになった。革命家、 ジャーナリストのジャンテオフィル・ルクレールは、当時22歳で、すでに、マルティニーク島のサトウキビ農場で働く、黒人奴隷の現状を知り、彼らの放棄に加わった経験を持つ。また、産業都市リオンに派遣され、工場労働者や霊彩な職人の窮状を、目の当たりにしていた。ラコンブとルクレールは1793年の春から、生活を共にし、 ルクレールはラコンブが革命的共和主義女性協会を立ち上げるのを手伝い、新聞に女性運動を支持する記事を発表した。1793年5月13日付のモニトゥールに次の5月10日付が込み記事が掲載された。女性市民が市町村事務局に出向き、市町村警察に関する法律に従って、女性のみが参加する協会の設立を申し出た。 この教会の目的は、共和国の敵の計画を阻止する方策を検討する、ことである。名称は、革命的共和主義女性教会都市、集会は、サントノレ通りのジャコバン派図書館で行われる。七百九十一年の、女性愛国者クラブ革命的共和主義女性教会は、前年、フランス革命に参加した、オランダの助見拡張論者、エッタ・パルム・デル・デールが結成し、 完璧に終わった真実の友協会を除き、パリで初めて結成された女性クラブであった。後にラコンブと別れたルクレールが結婚したチョコレート工場労働者、ポーリーン・レオンは当初からラコンブと共に教会を経営した。教会規約には会長は月ごとの持ち回りとあり、ラコンブ、レオンのほか、教会の文書には代表として、ルーソー、ポトー、モニエ、 デュブルイユといった名前があるが、詳細は不明である。アンダジェの指導者は、ルクレールのほかジャック・ルー、ジャン・フランソワ・バルレも、革命的共和主義女性協会を支持し、演壇に立った。上記の共和国の敵とは、ジロンド派のことであり、最初にジャコバン派に代表団を派遣した時には、18歳から55歳の女性愛国者が武装し、 バンデ反乱軍に対する軍隊を結成することを提案したのみであったが、この後、コルドリエクラブの代表団と共に、国民公会に対して、疑わしい人物の即時逮捕、全県、パリ全地区における革命裁判所の設置、ジャック・ピエール・ブリッソー、ピエール・ベルニオ、アルワン・ジェンソネ、フランソワ・ビュゾー、シャルル・バルバルーラの球団、各都市における革命軍の結成、 パリ軍の増員、相場し、買い占め人に対する厳罰を求める請願書を提出した。5月31日にはパリ自治会に代表を派遣し、革命委員会への参加を求めた。48地区の代表によって構成される革命委員会は結社ではないために参加は認められないとされたが、会議への参加は許可された。革命的共和主義女性協会は、 1793年5月31日から6月2日にかけてアンラジェの指導者らを中心とする反ロンド派の放棄において重要な役割を果たした。バルレはすでにシャルル・フランソワ・デュムーリーが敵と内通し国民公開打倒を企てたことを知ったときに革命中央委員会を設置し、ジャック・ルーはパリ革命委員会の総会を呼びかけ自治会と検察官。 ピエール・ガスパール・ショーメットの指示を取り付けていた。5月31日、革命中央委員会が放棄を呼びかけ、チュイルリー宮殿襲撃に匹敵する事態となった。ブリッソー、ジェンソネ、ビューゾー、ベルニオ、バルバルー、ペティオン・ラ・ジロンド派の議員29人が次々と逮捕された。革命的共和主義女性協会におけるラコンブの影響力が強まったのは、この頃からである。 彼女は8月26日の国民公開で、恐怖政治の手段、とりわけ反革命容疑者の逮捕を要求する教会の請願書を読み上げ、革命裁判所の増設を訴えた。教会内で、ラコンブとポーリーヌ・レオンの影響力が強まると、教会自体がアンラジェ系の極左組織とみなされ、その政治思想と女性のみによる結社であるという理由で9月に、訴えられ、 ジャコバン,オンケン派から批判を受けるようになった。アンラジェの他の指導者も同様で、マクシミリアンド・ベスピエールが率いる山岳派との対立により、ジャック・ルーが反革命容疑者とされ、9月に逮捕された。ラコンブはルーを助けるために、革命的共和主義女性協会会長として、国民公会に逮捕者名簿の点検を申し入れたが、このために、 ますます国民公会の反感を買うことになり、教会内部でも対立が生じた。教会に対する攻撃の標的はもっぱらら昆布で、ジャコバン恩恵派からの革命政権を崩壊させようとしているといった、非難のほか、ガゼットドフランスでは、貴族好み、酒好き、男好き、ポーリーヌレオンの夫、ルクレールの愛人などと書き立てられた。このような誹謗中傷は、 女性結社そのものに対する批判につながり、検察干渉メットは、家庭が女性の性域である以上、家事、育児が女の仕事であり、これは創造主が定めたことであると主張し、保安委員会のジャンピエール・アンドレア・マールは、しとやかであるべき女性が、公衆の面前で演説したり、男たちと闘争することは許されることであろうか。外して女は、高尚なことを考えたり、 真剣に物事を考える能力に欠けている。したがって、我々は、女は政治に口出すべきではないと考えると、訴えた。ラコンブはこれらすべてに抗議し、反爆し続けた。ルーも、また、革命的共和主義女性協会を、自由の取りで、革命の守りで、圧政者にとっての脅威として称え続けた。1793年10月28日には、 サンキュロットに抗議するレサンジノサン市場の女性たちから攻撃を受けた。国民公会が革命的共和主義女性協会の提案を受けて3色の気象の着用を義務付けたため、フランスの象徴であるフリジア帽をかぶって市場を訪れた協会員を女性たちが打ちのめし、3色の気象やフリジア帽を引き裂いた。1793年10月30日。 国民公会は女性による結社を禁止し、革命的共和主義女性協会は、非合法とされた。ラコンブは政治活動から身を引き、政権を立てるために、再び女優として、ダンテルク劇団に参加するつもりでいたが、1794年4月2日、コルドリエクラブに対する弾圧の一環として、協会員二人と共に逮捕された。ラコンブは15ヶ月間収監された。 ポール・リーブル監獄、プレッシュ監獄、サント・ペラジ監獄とドライマー氏にされたが、リュク・サンブール監獄では、ロベスピエールの事実上の妻エレオノール・デュプレ、三学派のフィリップ・フランソワ・ジョゼ・フルバの妻エリザベート・ルバと一緒であった。ボーリーヌ・レオンとルクレールもいた。ラコンブは監獄の役人と交渉して、囚人の世話役を務め、ロうソクなどの必需品を調達した。 出国後は1798年6月にパリで男優と一緒に暮らし、家賃すら滞こりがちな生活であったことが分かっているが、以後の消息は不明である。ありがとうございます。